皆さんこんにちは、東京ファンタスティック201です。11月10日金曜日から始まりました JTCW、ジャパントラディショナルクラフトウィーク2023より、今回ご参加いただいておりますえのきだがまさん、えのきだ若葉さん、そしてえのきだともさん、お二方にお越しくださっておりまして、ご一緒にえのきだがまさんの作品についてご紹介してまいりたいと思います。では早速ですけれども、えのきだがまさん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。なんとなんと、えのきだがまさん、今回20年ぶりですか、東京にお越しくださったんで、ちらっとインスタグラムを拝見したんですけれども、青山が、青山、厳密に言うと青山の岡本太郎、近くご近所の、行ったのが20年前。そうだったんですね。はるばる益子からお越しくださいました。ご夫婦ですね、後ほどもご紹介したいと思うんですけれども、ご夫婦でいらっしゃいまして、ドットの柄が、若葉さんも先ほど、羽織も羽織ってらっしゃったんですけども、こちらが作品にも投影されていらっしゃいまして、本当に仲がいいお二方で見ていてとっても心が温まるんですけれども、作品も詳しくご紹介してまいりたいと思います。すいません、その前にですね、こちらの JTCW がですね、毎年11月に開催しているものでして、日本各地で作られている伝統工芸作品ですね、こちらの伝統工芸誌にご登録されていらっしゃる、陶芸家さん、作家さん方を、都内のセレクトショップなどで、期間中ご紹介していくというイベントとなっておりまして、作り手、売り手、そして使い手をつなぐ、14日間の、特別なイベントとなっております。でこちらにえのきだ若葉さんが、昨年ですか、あ、そうです、はい、伝統工芸誌の方に、登録されまして、今回、こちらのお店でもご縁をいただきまして、旦那さんともさんとご一緒にえのきだがまさんとして、展示させていただく運びとなりました。なんとえのきだがまさん5代目で、あ、そうです、はい、夫婦で、はい、かなり古い歴史を持ってらっしゃるんですけれども、特徴的なのがこの、ドットの模様と形がまたモダンな作品になっておりますね。そうですね、はい、特徴としましては、はい、一応モダンな柄なんですけど、益子焼の伝統油と土を使うっていうのはもうベースにあってっていうところで、はい、でこういうドット柄は私が、もう若葉さんの方がドット柄を、そうですね、ストライプだったり帽子だったりですね、はい、こう本当にポップで、見ていて楽しくなるような絵付けになっているんですけれども、奥にもですね、この若葉さんが実際に、作られていらっしゃるこのドットのとカラフルな色合いの絵付けになっている作品が様々並んでおります。使い勝手が良さそうな形の、小皿が2つくっついてるような、こういったものもちょっと珍しい形してますね。そうですね、はい、双子豆皿って呼んでるんですけど、双子豆皿、はい、はい、そちらもなんか結構人気があります。あ、この中心の持ち手といいますか、そこがポイントです、ね、ポイントですここがまたたまりませんね。はい、そうですね。はあ、こちらもドットとストライプ様々に並んでおります。さらにですね、こちらもこの子はレンコンカップ。レンコンカップ、はい、はい。レンコンをモチーフにしていて、はい、後ろ側ひっくり返していただくとレンコンの模様になっていますね。これレンコンは何か由来が？あるんですか？ないんですけど、なんかレンコンの方フォルムがなんか可愛いなと思って。ああ、そうなんです。ひっくり返さないとわからないんですけど、この、ひっくり返す持った方にわかるこの楽しみっていうのがまた素敵ですね。この、レンコンカップのフォルム自体もちょっと、なんていうんですかね、レンコン感といいますか。そうです、ね、はい、植物感のある感じがまたいいですね。この子ちなみにマグカップも蓋付きのものが、今回蓋付きを作ってまして、アウトドアでも蓋して、はい、なんかホコリとか入ったりとか、あと冷めにくいようにっていうので、いいですね。ちょっとどんぐり的なイメージです。ああ、このちょっとこの持ち手のところがまたこのつぶつぶ、はい、なんとか細かいところも、はい、楽しんでいただけます。マグカップも大小それぞれ形も様々ですね、並んでおります。
はい、なんかもしよかったら実際にえのきだがまさんが、はい、ご家庭とかでなんか使われてておすすめの形とかもしあれば。おすすめの形、はい、多分基本的に何でもあちはこちらのカレー皿です、ね、はい、カレー皿やつの方どうですか、まさかの強さが下のこちらの楕円皿がカレー皿としてもパスタ乗せてもなんか意外にない形で、あこちらはい、結構あの探しても意外にない形っていうこの深さとアーモンド型が絶妙なバランスになってますね。使いやすい。はい、もう使いやすい、そして持ちやすさもありますね。こちらも本当にカラフルな色のバリエーションが豊富に並んでおります。えのきだがまさんのカレー皿になっております。さあ、そして入り口の方もご紹介させていただきたいと思います。中にはこういったちょっと小さめの手乗りサイズの一輪挿し系も今回お届けくださっております。このちっちゃいこの手乗りサイズのこんなに小さな一輪挿しとかもお作りされてるんですね。こちらあの旦那様トモさん、あーここまでこうリアルに、はい、このミニチュアの壺の形がございます。こういったちっちゃい茶碗みたいな、可愛いし、はあ、作ってて結構面白いっていうのと、はい、あとそのピッチャーを大きいの作るのの練習っていうかバランス、手のバランスとか、あちっちゃいのでいろいろ試して、はあ、大きいのに投影していくっていう感じ、あそういう、はい、はい、流れもあるんですね。あこちらのまたあのドットのコロンとした形も素敵ですね。かわいいですね。私たちのお店があのドライフラワーと生花両方取り扱っているので、うん、あのぜひ、お花と合わせてこちらの一輪挿しもご検討いただけると嬉しいです。今回あのこちらの益子の器と私たちのお店が題しまして GTCW2023 なんですけれども、他にもですね、えのきだがまさんとご一緒に、本橋さとみさん工房とめさんの作品ですね、削りを使ったものですとか、あとは一鎮と呼ばれる技法を使ったこういった細かな装飾模様ですね、こちらも本当に素敵になっております。またこの鳥を使ったちょこんと鳥を乗せている作品っていうところも本橋さとみさんらしい世界観がございまして、その入り口に、仲良く小鳥ちゃんたちが並んでおります。つまみも2人のつまみも鳥なんです、はい、あとここにも小鳥ちゃんがいらっしゃいます。本当につい最近まで益子陶器市の方でえのきだがまさんとあと本橋さとみさんもご一緒に、はい、はい、展示をされていたということで、以前からゆかりがある仲のいい、その陶器市のメンバーですね、同じエリアでその広場が一緒で、そこでみんな仲良くなった。ああそうなんですね。はい、はい、先ほどもちらっと映っておりました矢口圭司さんです。こちらも同じ同じメンバーということで、矢口さんはどういった人なの？矢口さんめちゃくちゃ面白い、はい、面白いな、はい、切り口で、そうなんですね、なんか男気があるというか、ああでもすごいピースフル、ピースフルな感じ。なんか作品がとってもシンプルに洗練されている3色、そうです、はい、メインで、こちらも見た目よりもちょっと軽やかな持ち心地でし、使いやすさのあるサイズ感の展開となっております。こちらは丸小鉢になっておりまして、こちらもサイズがですね、そうですね、本当に分かりやすくって、うん、いろんなお料理に乗せやすそうな形が並んでおります。で矢口さんも、こちらにカレー皿ですね、オーバル皿、こちらにもございます。ご家族の皆様のご用途に合わせてぜひ見比べてお選びいただけたらと思います。
でまたちょっと話が戻るんですけれども、すみません、えのきだるまさん、もう一度ご紹介したいと思います。こちらが、飛びかんまと呼ばれる技法を使っております。こちらも、飛びかんま、軽くご紹介いただいてもよろしいですか？一応これ僕が、はい、トモさんですね、作ってるんですけど、はい、もともとはね、若葉さんのお父さんが九州の方でちょっと教わってきたやつを、でそれでずっと飛びかんな益子でやってるんですけど、でそれを僕も教えてもらって、お父さんに教えてもらって、今、やってますね。あ、今は、トモさんの方が、そうです、ね、こちらの飛びかんなの技法を使った作品を担っていらっしゃるということです。この細かな模様が本当に素敵ですよね。またこの色合いもなんていうんですかね、渋すぎず温かみがあって、すごく手にこう馴染みやすい色合いになっているところも、えのきだるまさんらしい特徴かなと思います。またこういったこうピッチャーとかも、ございますね。こちらは形はともさん、僕が作って、若葉さんに絵付けしてます。こういった絵付けですね、若葉さんがコラボ商品そうですね、コラボ商品、コラボレーション、コラボレーションされていらっしゃいますね。はいはいはい、そのピーチャーさまざまな対象、夫婦一丸となって取り組んでいらっしゃるものということです。すごくいいですね。こちらのピッチャーは彼が昨年、イギリスのリーチポタリーで、リーチポタリーさん、はいはいはい、そう研修で行かせてもらって、あ、そうだったんですか。やっぱりその、はい、ね、ピッチャーとかジャグとか、はい、あとマグカップとかハンドルとかって向こうが本場じゃないですか。はいはいはい、でやっぱそれを教えてもらいたくて行かせてもらって、でもう生で目の前で向こうの人の作ってるのを、はい、教えてもらって、まあ、そうだったんですね。まあ、持ち手なんかはすごいこだわってるというか、はい、すごいこうフィット感がとてもありますね。行く前と行った後で全然違います。あ、そうなんですね、はい、そういったところも、はい、なのでジャグをちょっと、はい、一押し、ね、一押しですね、はい、とても力を入れて思い入れのある作品ということです。えのきだるまさん、普段は益子の方でその工房というかアトリエ、ギャラリーも、そうですね、はい、そうです、仕事場とお店と、あ、こうありあって、そちらでも作品を、あ、そうです、もちろんお店があり、はい、することもできるということです。はい、はい、ありがとうございます。本当に今回、今えのきだるまさんと矢口さんと本林さん、作家さんですね、で、400点以上の作品が、東京ファンタスティック201の方に並んでおります。本当にこの圧巻の世界観、益子の器のこの賑やかで愉快な皆様の共演をぜひ、ご覧いただけたらと思います。そして一部の作品はですね、東京ファンタスティック201のオンラインストアの方にも掲載させていただいております。そちらもぜひチェックいただけたらと思います。で本日ですね、11月11日土曜日ですね、えのきだるまさんは、2時頃まで在庫相手ということになっております。ぜひご来店お待ちしておりますではえのきだるまさん、トモさん、若葉さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。お越しください。さよなら。さよなら。東京ファンタスティック。皆さんこんにちは。東京ファンタスティック201です。11月10日金曜日から始まりました、JTCW ジャパントラディショナルクラフトウィーク2023より、本日、ご参加いただいているえのきだるまさんに、在庫をいただいておりまして、えのきだともさんですね、はい、ご一緒にご紹介したい作品がございますので、ぜひ一緒に、ご紹介をさせていただきたいと思います。こちらに置かせていただいているピッチャーと急須なんですけれども、えのきだるまさんは昨年イギリスの方に陶芸を学ばれに、一時行かれたということで、はい、そちらの経緯といいますか、はい、少しお聞かせいただけますか。去年の夏に、はい、行かせてもらったんですけど、はい、イギリスのセントアイブスっていう町の、はい、
リーチ工房ってとこで研修させてもらって、はい、それが益子の浜田昭二さんとイギリス人のバーナード・リーチが102年前にそのセントアイブスってとこでリーチ工房を作って、そこからその益子、まあ益子とセントアイブス、まあ浜田家とリーチみたいなのがずっとこう絆を温めてきてくれてて、もう100年以上もうつながりがあるんですね。その100年の記念で、はい、そういう、まあ、リーチ工房で研修させてもらえるっていうプログラムがあって、で手を挙げて、はい、あで、まあ、コロナで延期になって去年行ってきたんです。そうだったんですね。そうなんです。すごい選ばれるのもあの本当に数少ないというか貴重な、まあ、かもしれないです、まあ、2人、はい、益子から2人、僕ともう1人友達とで行かせてもらって、はい、うんうんうん、何人が応募したかは僕は聞いてないんですけど、あ、はい、そこをきっかけにして、イギリスの方に行かれた後にあの作られたこちらがそのピッチャー、はい、になりますね。行く前も作ってたんですけど、はい、なんか全体的になんかちゃうなっていうのとちゃうな、はい、ちゃうやっぱあの持ち手がどうもうまくいかへんくて、はい、なんか全然ちゃう、はい、ずっとちゃうなちゃうなと思ってて、あ、そうだったんですね。で、その向こうで実際に学べるっていう機会がある、から、はい、あのやったらと思って手挙げさせてもらって、はい、で、まあ向こう行って向こうの人の目の前で見て、はい、で教えてもらって、はい、で自分でもまあ作るようになったんですけど、やっぱりもう帰って、はい、行く前と帰ってからやと全然形も違うし、雰囲気がもう、はい、全く変わりましたし、 あとは、まあ、まだまだなんですけど、この持ち手のハンドルの感じが一番変わりました。あ、やっぱりこうイギリスだとこう本場のピッチャーといいますか、たくさん文化もあってさまざまなこう作りのスタイルのものとかもあると思うんですけれども、うんうん、こちらがその、 あの榎田智さんらしいこのハケと、そうです、ね、はい、このピッチャーのこの持ち手のところですね、はい、あの掛け合わさった新たなスタイルということになります、うん、なんかまあ、はい、自然な感じで手をつける、うん、まあ、全多分何にしても向こうの人ってこうあんまりこう嫌味のない、まあ、自然な感じでっていうのをすごいあの教わりました。あ、そうなんですね、はい、本当にこう自然な流れがあの日常にも馴染むような、うん、そうです、はい、形になっております、そうなんです。ありがとうございます、そして、もう一つですね、左手にございますのが、急須になります。こちらもあのトムさんご自身がお作りされていらっしゃる、はい、ということです。この、はい、あの持ち手は何で、持ち手、はい、あけびのつるを、あけび、はい、僕がこう編むんですけど、はい、そうなんです。こうなんか編むのが好きで、あ、そうなんですね。なんか楽しくて、で、まあ、お父さんも編んでて、でお父さんに教えてもらって、うんうんうん、まあ、自分もやるようになったんですけど、前はこれのワークショップとかもやったことあって、そうだったんですね。そうなんです。この編むこのあけびを使った土瓶を用意して、はいはい、で土瓶とを完成させるっていうのをお客さんと一緒にやったりして、あ、でその方が、まあ、うん、それが3年ぐらい前にやったんで、切れて、で、はい、リペアにうちに持ってきてくれてとか、でその時材料渡したんですけど、なんかやっぱ愛着が湧くというか、そうなんです。あ、そういう、もう本当にあの愛用されていらっしゃる方も、うん、はい、おられる、急須になっております。このあけびですね、使われているところはちょっと色合いがあの焼けているというか、そうですね、はい、焼いてます。あ、焼いてらっしゃる。こういうモケモケが結構出るんで、はい、編んだ後やと、だからちょっと焼いて、はい、そういうモケモケなくして、はで、まあ、味わいも出ますし、本当ですね。すごく見てるだけで温かみが感じてきます、うん、この中は、このようになっておりまして、茶こしがあのつけずとも、あの、そうですね、はい、直接注いで、自分で手で作ってます、はい、穴開けて、あー、作られてるんですね。また模様といいますか、この色合いも独特ですね。そうですね、あの、はい、黒いうな、マシコの黒なんですけど、はい、まあ、こうちょっとムラ出したいんで、はい、まあ、ちょっと薄めにして釉薬をかけてます。
上にこの辺のが薄い釉薬になっていらっしゃるんですか。はあ、このにじんだような色合いがまた素敵ですね。ありがとうございます。こちらのお二つですね、昨日から始まっております JTCW の会期に合わせてお作りくださっているものなんですけども、店頭で並んでおりますので、ぜひタイミングが合えばお手に取ってご覧いただけると嬉しいです。他にもですね、ともさんが作られている作品まだまだございますので、ぜひぜひご来店お待ちしております。ではともさん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあお越しください。東京ファンタスティック。皆さんこんにちは、東京ファンタスティック201です。11月10日金曜日から始まっております JTCW ジャパントラディショナルクラフトウィーク2023より、ご参加いただいておりますえのきだがまさん、えのきだ若葉さんとご一緒に作品のご紹介をしてまいりたいと思います。若葉さん、どうぞよろしくお願いいたします。こちらなんですけれども、えのきださん、えのきだがまさんですね、今回ドット柄の、とかあとはストライプの、模様の、この絵付けの作品が特に代表作でもあるんですけれども、そもそもなんですけれども、はい、えのきだ若葉さんはもともとお父様も陶芸家でいらっしゃっていて、はい、代々続いている、はい、そうですね、はい、陶芸家の家窯元です、ね、窯元さんでいらっしゃるということでございま す, す、ね、はい、私たち夫婦で一応5代目になります。5代目、はい、その中でも若葉さんは特にこのドット柄ですとかストライプ、はい、縞模様 の, 絵付けをお得意とされていらっしゃる。そうですよね、はい、まあモダンな柄なんですけど、実は益子の土と釉薬にこだわっているので、そちらを使って、現代風にアレンジをしているっていう形ですね。この模様自体は、はい、若葉さんの代からのものなんですか？あ、もう私のオリジナルですか？あ、オリジナルになるんですね。はい、完全なオリジナルですね。この色合いと、あとはそのドットで言いますとちょっと大きめのパキッとした色合いと言いますか、はいはいはい、この組み合わせがまた本当にモダンで素敵ですよね。 ありがとうございます。はい、はい、この実はドットもちょっとこの釉薬かかってるところとかかってないところっていうところもまた若葉さんらしい、そう、ね、はい、表現となっております。色のバランスが私の中では、こだわっていて、はい、自然、人間が感じる自然って、はい、大地を見ると土と空とか土と緑とかっていうのが自然に入ってくる色合いのバランスっていうのがあるじゃないですか、ね、なので自然に入ってくる色の組み合わせっていうのでこの色にしています。あ、確かに少しこう何ですかね、このブルーとかも、はい、海ですとか空ですとか、いろんな自然の要素を感じられる色合いと、はいはい、あと土ですよね、すこの大地を感じる組み合わせになっております。本当に見ているだけで楽しくなってくるような、うん、ポップで、はい、楽しい益子の器となっております、はいはい、ちなみにこのマグカップ、はいはい、そうですね、はい、こちらがついておりますね、はいはい、こちら蓋付きのマグカップになります。こちらはもともとは蓋なしで売られてたんですけど。そうだったんですね、はい、でも陶器市の時に私が何気なくティーポットとかで作って余ってた蓋を、はい、乗せてまあお客さんが来た時に、飲みかけのコーヒーとかにホコリが入るの嫌がって、うん、もう乗せてたんですよ。そしたらそれを見たお客さんが結構な人数が、その蓋付きが欲しいっていうお客様が結構いらっしゃいまして。あ、そうだったんですね、はい、そこで、あ、じゃあ蓋付きのマグカップ作ったら面白いかなと思って生まれたのがこちらになります。はあ、もう皆様ご存知かと思うんですけど、その、まあ、陶器市は、はい、とにかく人も皆様すごい、はい、参加される方もそうなんですけど、はい、すごい人数でにぎわう、はいはい、位置となっておりまして、そうですね、ほこりとか土が舞うっていうことですよね。春とかだともう10日間とかあるので、はい、テントの中で10日間舞うとほこりまみれになって、ちょっと蓋をして
たらそこに 目をつけてくれたのがお客さんでしたね。あ、はい、もうお客様のお声から誕生した、そうですね、はい、と言っても過言ではない、はい、過言ではない、蓋付きのマグカップとなっております、はいはい、こちら好評で、あの、かわいいってみんななんか、まあ、お客さんからおっしゃってたんですけど、どんぐりみたいでかわいいって、あ、確かに、でいただきまして、うん、そうですね、どんぐりをモチーフにしているということで、どんぐりモチーフで、はい、どんぐり、こちらどんぐりのイメージで、はい、かわいいと思います。そういったこう機能面もぜひ、あの、お楽しみいただけたらと思います、はいはい、このマグカップもさまざまなサイズ感のものもこちらに並んでおります、はい、ぜひご覧いただけたらと思います、はいはい、ありがとうございます。では会議ですね、11月の23日まで開催しております。では若葉さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。